ハニュー・ユズルファン必見。姿勢だよりの魅力と、サイフレームのすすめ。仙台市出身のフィギュアスケートのスーパースター、ハニュー・ユズルさんが思考法シ姿勢だより、2024年1月号で大活躍。しかし、驚くべきことに、この貴重な号がメルカリや他のフリーマーケットアプリで大量に出品され、瞬く間に売り切れる騒動が巻き起こっています。市は、希望者には郵送しているので、 買わないで欲しいと呼びかけていますが、そこで問題が生じています。一体なぜこんな事態がどうすればハブさんの魅力を伝えながら、姿勢だよりの本来の目的を守ることができるのでしょうかこの記事では、フィギュアスケートファンにとってたまらない、姿勢だよりの魅力を再発見し、同時に死が提案する、サイフレームのアイデアに迫ります。羽生結弦さんのファンであれば見逃せない、新しい視点で彩られた記事をお楽しみください。 仙台市の誇り、フィギュアスケートのトップアスリート、羽生結弦さん。その存在は、市生田より2024年1月号において、まさに輝きを放っています。表紙を飾り、軍家族市長との対談が4ページにわたって掲載され、過去の号は、多くの市民にとって待ちに待ったものでした。しかし、予想外の展開が待っていました。市生田よりの出品がメルカリや他のフリーマーケットアプリで相次いでいるのです。 メルカリでは、シセイダより1月号の4部セットが1000円で売り出され、出品から7分で売れたケースもあったとのこと。28日午後0時半時点で少なくとも70件以上の売買が確認でき、ヤフーの、ヤフー、フリマ、楽天グループの、楽天楽前の出品も相次いでいます。市はこの事態に危機感を抱き、希望者には郵送しているので、買わないでほしいと呼びかけています。 この現象には深刻な問題が潜んでいます。売買が成立すれば、市政だよりが本来の希望者に届かなくなる可能性があり、公共施設などで配布される冊子がフリマアプリに流通することで、情報の適切な伝達が阻害される恐れがあります。市はこの事態に対処するため、1月号に限り、希望者に一部を郵送することを決定しました。28日午前時点で500部弱の申し込みがあったとのこと。 思考法家は、インターネットへの出品と購入はやめてほしい。数に限りはあるが、正規のルートを利用してほしいと呼びかけ、市民に正規の手段を利用するように訴えています。しかし、なぜ市政だよりがこれほどまでに市場で取引されてしまうのか。その根元には、市政だよりが持つ特別な魅力があることも否めません。市政だよりは、市民と行政との橋渡しの役割を果たしています。 市の動向やイベント情報、市民の声など、多岐にわたる情報が網羅されており、市民生活に欠かせない一冊です。そして、今回の1月号は、そんな姿勢だよりに羽生ゆずるさんが登場し、新たな一面を加えてくれています。姿勢だよりは通常、堅苦しい印象があるかもしれませんが、羽生さんの存在がそれに新たな息吹を与え、姿勢だよりがより身近で魅力的に感じられるのです。さらに、 表紙の写真や軍家族市長との対談が4ページにわたって掲載されているという贅沢な構成も魅力の一端。ハブさんの日常や考え、地元愛が垣間見える対談は、姿勢だよりを手にする読者にとって心温まるものでしょう。こうした要素が、姿勢だよりを通じて市民と死を結びつけ、新しいコミュニケーションの橋を築いているのです。しかし、 こうした魅力が市場での転売につながるというのは意外な展開です。一部の人たちが市政だよりを求め、それが市場で高額で取引される姿勢は、市政だよりが市民にとってどれほど重要であるかを示すものでもあります。市民が手に入れることで感じる価値を、市場がそのような形で反映してしまったと言えるでしょう。そこで、市はこの問題に対処すべく、サイフレームのアイデアを提案しています。 姿勢頼よりが持つ本来の価値を保ちつつ、市民が望む形で手に入れられるようなシステムの再構築です。例えば、姿勢頼よりのオンライン版の充実や、特別なイベントで手に入れられる限定版の発行などが考えられます。これにより、姿勢頼よりの魅力は広く市民に届き、同時に市が提供する手段を通じて手に入れることができるようになります。羽生結弦さんのファンも、姿勢だよりの本来の目的を理解した上で、 より効果的かつ楽しみながら情報を手に入れることができるでしょう。仙台市聖田より2024年1月号が市場での転売の対象となり、市は市民に呼びかけています。しかし、この問題は市聖だよりの魅力と価値を示す一環でもあります。市はサイフレームのアイデアを提案し、市民が望む形で市聖だよりを手に入れる方法を模索しています。市聖田よりのオンライン版の充実や限定版の発行など、 新しいシステムの導入で、市民と市がより緊密に結びつき、情報の適切な伝達が実現されることを期待しています。これにより、羽生ゆずるさんのファンも姿勢だよりの魅力を再発見し、市とのコミュニケーションをより楽しむことができるでしょう。姿勢だよりは、サイフレームを通じて新たな局面に進化し、市民と市の絆を一層深める存在となるでしょう。